茶なめですよね、全部ね。あ、茶なめだ。全部これ秋用に見えるけど、じゃあね、秋用でしょ、絶対に。ほら絶対なってると分かったもんね。あ、違う、茶なめだ。ここで開けなきゃ。そうなんだね。毎年この木のさ、下になるんだ。これさっきのね、茶なめ爪たけに非常に似てるキノコ。これはカキシメジ。黒いでしょ。カキでしょ。これはなんだ。アイシメジかな。アイシメジか。キシメジ。多分キシメジかなこれ。毒あります。これは、あ、太くなってて、これエセオリミキ。エセオリミキです。あんまり俺食べないけど。太くなってるんだってね。こんな感じです。探してたらこれおそらく草浦紅茸じゃないかなと。うん、草浦紅茸っぽいですね。ひだもちょっとかすかに紅オレンジとか赤っぽくてな、特徴なんですけどね、やや煮りもちょっとあって、こうやって濡れると光沢が出るみたいなんですよ。で、この茎がもう非常にこうやって脆いんですね。これ食えそうに見えますけど毒ですから注意。皆さん、栗茸ってご存知だと思いますけど、これは栗茸にそっくりなキノコ。さっき紹介した苦栗茸にもそっくり、栗茸もどきです。このキノコは非常に苦栗茸と非常に似てて、まあ見分け方はちょっとこれの傘の色がちょっとやや紫がかってるとしか言うがないかなって感じですね。で、必ずこの針葉樹に生えるんで、栗竹はね、広葉樹、モトキは針葉樹に生えるそうです。